シングルファーザーとして一人息子と共に暮らしてきた辻さん。
シングルファーザーとして一人息子と共に暮らしてきた辻さん、息子の大学進学に上の人生へとシフトしていかないとならない。まだ何も結果がいかないんだ。63年間最高の日を繰り返した。ボンジュールさせていきます。よろしくお願いします。HKでは放送は16日午後6時10分。続いては地域局のアナウンサーが全国の選手が大活躍。いつこのコーナーでも私の大好きなスタイルは番組の学生が人気なのに状況です。時での移動が困難な状況、今直接行くことに難しい被災地からも正確な最新情報を伝えるため外部との連携を進めています。今月1日に行われた NHK 災害対策訓練、平日、東京湾を震源に最大震度4強です。訓練、津波警報、津波警報が出ました。津波が来ます。急いで逃げてください。全然ありえない話じゃないからさ。ねえ、本当にいつね。では取材部が近づけない被災地から熊本の話もいち早く伝えるため県の中で中継ずっと続いてるじゃん。ああ、あの辺もね。なんかアメリカで起きた地震があったみたいですね。瓦礫状態でも地震が続いています。どちらにいらっしゃいますか。はい、私は江戸川区にある住居の建物の5階にいます。安全を確保して撮影しています。どうでしょうか。火災なのか地震なのか煙がとても立ち上がっています。立ち上がる煙の数が時間とともに増えていて避難できるのか心配です。訓練では津波や液晶化による被害が想定される地域でも中継を無料化する。ケーキ食べるね。ケーキ食べるね。30度という予想です。全然に言えることですが、熱中症対策は引き続きしっかりと。天気図を見てみますと、高気圧圏内で晴れているところがありますが、湿った空気の今、西の方にこう流れ込みやすくなっています。私も朝からところどころ雨が降って、日中も、晴れ間があったり、急に雨が降ったりという変わりやすい天気です。北海道は次第に雨の範囲が広がって、夜にかけて、日本海側を中心に雨のところが多いでしょう。では今日この後の話、西日本や東日本では局地的に雨が激しく降ることがあります。予想最高気温。東日本や北日本は積もる高いところが出て変わりやすい天気ももうしばらく続きそうです。私は自由だからいつでも呼んでくださいって言ったら。あ、こんにちは。あ、ね、久しぶりです。お元気でした。はい、あれ久しぶりだね。ねえ、私ちょっとね、怪我しと。あ、本当はね。目が見えんからさ、あの自転車が浮かんないんだよな、ね、ちょうどね、あの信号が変わったで、私も慌てんでもいいのに慌てて渡ろうと思って引っかかった。それですごい車が来たので、あ、隣の人に引きずってもらったので命が助かったよ。それですぐ皮膚科のそばだったからさ、ひどいな、どうしたのや言われたから、実は扱いって、ね、とにかく怪我ばっかりして、いや足だねって言われて、それでも88かって言われるから、はい。私と一緒で目が見えなくなったのか。どうしよう、修道さんも冷たいお茶。私、あったかい。今日あったかいの、はい、そうです。ご主人さん、いつもの。はい、いつもの。わちゃわなくも楽なんだって。わちゃんでここにやってる。あの、あの子人気あるの。うん、おばあちゃん、うん、そうです。本当。そうしたいとか、ちょっと元々体が弱いんですけども、今日は、
ちゃいな。美味しい。本当に味がね。うん。I have to fight this.